各は、タカラトミーが発売するミニカー、トミカをテーマとしたイベント。日本各地、主に大型展示場で、製品展示や体験型の出展などが催される。2000年のトミカ30周年を機に開始された。主催は、地元の放送局が担当しており、タカラトミーは、特別協力の形をとっている。この形態は、 同社のプラレールにおける、プラレール博と同様である。毎年、ゴールデンウィークに開催される大阪で展示テーマが一新され、移行夏の東京、安比高原、冬の名古屋、札幌が定期的に開催されるほか、それ以外の都市でも不定期に開催される。会場の構成は大きく分けて、展示ゾーン、アトラクションゾーン、ショッピングゾーンの3つからなる。 展示ゾーンでは、テーマに沿った巨大レイアウトや過去発売された、数百台、数千台のトミカやテーマに沿った実写が展示されている。アトラクションゾーンでは、トミカにちなんだ、ゲームコーナーや、乗り物アトラクション、トミカをその場で作る、組み立て工場や、ミニミニドライバー工房が設置されている。有料入場者には記念品として、入場記念のオリジナルトミカが渡される。 当初はテーマに沿った実写だったが、2007年から2018年までは、TDM オリジナルデザインの車種が配布されていた。また、地域や曜日によっては、下記以外の入場記念品が配布されることもあり、2008年から2010年の正月に開催されていた、富川区横浜では、横浜オリジナルモデルが配布されていた。アニメ、富川藩合体。 アースグランナーに登場する車種の色違い。ムービックプロモートサービス取扱いキャラクター一覧。2021年4月24日閲覧。ありがとうございます。